意外と知らないガイナーレは〇〇が第1号。ガイナーレ鳥取は2011年から J リーグに加盟しているクラブです。加盟当時はまだ J3 のない時代でしたが、加盟後から J2 の階が定位置になってしまっていたガイナーレは、3年目の2013年に再開となり、入れ替え制の末に翌年から始まる J3 への降格が決まりました。J3 への降格という意味では、第1号となってしまったのです。その後は J3 が定着してしまい、上位に入るシーズンもあるもののなかなか結果を残すことができていません。しかし全国的に知名度は高いクラブで、その理由はクラブの OB でもある元日本代表の野人岡野正幸氏がジェネラルマネージャーを務めているからです。独自の取り組みを行いつつ、抜群の知名度を誇る岡野ゼネラルマネージャーが自ら広告塔になることで、ガイナーレは注目されるクラブとなっています。いつかこの活動が実を結ぶ日はやってくることでしょう。